こんにちは、金子でございます。どうもこんにちは、ダファイルです。はい、ありがとうございます。はい、なんと1年ぶりのコラボですね。そうですよ、お久しぶりです。お久しぶりです。お邪魔します。お邪魔します。もうあれかな、もうなんか東京行っちゃって。いやいやいや、何、名古屋捨てて。何を言ってるんですか。同じ名古屋ですもんね。そうですよね。そうなんですよ。いや、ありがたいですよ、本当に。いやいやいや、なんか大変だったみたいでえらい角がなくなったっぽくて。いや、本当に僕今クリーンですから超つまんないですよ、僕今めっちゃクリーンです。大丈夫です、あの面白さはいらないんで。真面目にクッキングやってさばいていくっていうやつですね。で、またほんでラファさん来てもらったんですけども、はい、まあえらい会に来てくれたなってことで。いやー、話しちゃって聞きましたけど、とんでもないやつが入ったと。もうすごいです。運ぶのめちゃめちゃ大変で。本当に。え、あんなの運ぶのぶっちゃけのいくらするんですか。運ぶのだけでね、普通に10万、20万かかってくるじゃないですか。ベンツの納車じゃん、それ。そう、納車です。それを、まあ、この一番その行為でやってくれたんで。すごっ。それが、あっちにあるんで、見に行きましょう。いいっすか。行きましょう。いいっすか。はい、でね、ここに。うわ。大きすぎてちょっと入ってないんですけど。すげえ、これ。これ家で捌く魚じゃないんで、船の上とかで捌くとか、それわざわざ捌いてもらわずに持ってきてもらいました。うわー、これめっちゃありがたい。うわ、ちょっとこれはダメだな。伝わんないんだよ、動画じゃ。でもこの大きさ、これはダメだな。ちょっと待って、これすごいんだけど。こんな、なんか臭くないっすね。鮮度はいいです。持てるのかな、これ手で。本気出します、俺。行きましょう。せーの、よいしょ。 OK、 行きましょう。おっしゃー、よっしゃー、せーの、椅子を突っ込みました。えらいもんなってな、これ50以上あるような気がするぞ。はい、ということで、はい、見て、これ。これちょっとすごいっす、本当に。マンボウ、これ生で見れるのが結構感動ですからね。実はでも、はい、マンボウってつくんですけど、はい、あのマンボウとは違うんですよ。赤マンボウかの赤マンボウか。なんかそこ差が難しいところで。なるほど、なるほど。マンボウの見た目みたいだから、はい、マンボウってついてるだけなんですよ。これ何食べてると思います。餌。餌？これ。プランクトン？違う、これクラゲ食べてます。はー、だからクラゲを食べて育った身、どうなんだろうって。これちょっとやらしい話、うん、結構な値段です。10万。あ、はい、食い気味で10万って言ったけど、10万って言ったけど、10万。お金の話はいかんのですけど、このチャンネルではこれどうして食べようかなって考えた時に、はい、釣れたてを、はい、あの送ってもらったんで、はい、なので今日こちらの赤マンボウを使って、はい、お刺身を作っていきたいと思います。うわ、さばく工程的にはヒレ、これヒレですね。はい。これちょっと邪魔臭いんで。確かに。これ取っちゃいます。僕お腹の方から包丁入れます。はい。で、ラファさんこの背中の方から包丁入れてください。はい。包丁同士が出会ったら、ビッと。なるほど。いって、僕もこれ騒いだことないんで、どういう騒い方が正確かちょっと分かる。大きさで言うともっと大きいのあるんでしょうか。ない。こんな大きい魚はないね。ありがたい。会に本当に。いやいやいや、もうこれありがたい会に。一人じゃちょっとやっぱ。ですよね。手に負えないんで、うんうん、まあ、今日は二人でね、パワーでやりましょう。やりましょう。じゃあまずヒレを落としていきましょう。はい。そっちのヒレをお願いします。ここ、ここいけばいいんですか。はい。オッケーです。います。切れ味がまたいいな。切れ味いいな、また。おー、そう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 。はい、OK です。おー、うわー、これ持ってってくださいね。え、このヒレって何かで使えるヒレとかそういうことですか。え、全然使えないです。使わないですね。全然使えないです。ごめんなさい、持ってってください。なんかごめんなさい、記念で。硬えな、これ。こっちから包丁入れるとここめちゃめちゃ硬いです。はい。でもこっちから入れると柔らけえわ。あ、OK です。あ、ほんとだ、おっしゃる通り。え、ちょっと待って、ちょっとダメっすよ、ヒレでこんな手こずってたら。何分の動画になるんですか、これ。あ、はい、いった。いいっすね、いいっすね。うまい。そうっすね、うなぎのやつもらっていいっすか。でもやっぱりサイズが違うからもう桁違いだもん。桁違いですね。これで可愛くなりましたわ。まあ、正確にはまあこっち側まだついてるんですけど、ちょっと一旦置いといて。はい、はい、僕お腹割りますね。お願いします。個人的に、はい、内臓めちゃめちゃ気になります。何入ってるのか。うわ、すごいっすね。これめっちゃかっこいいっすよ。マジっすか。ああ、そんな言い方するのかっこいい。かったい、入んないっすね。かっこいいっすよ。ちょっとごめんなさい、本当にこれ難しい。いや、ゆっくりやりましょうよ。あのね、はい、ここ硬えの、頭蓋骨と同じぐらいの硬さがあって。あ、ほんとだ、めちゃめちゃ硬い。なんでそのこう包丁入れていかないとダメなんで。あ、なるほど、なるほど。ここ入れます。はい、はい、あ、ほんとだ、おっしゃる通り。ここ、ここですね。ほんとだ。
なんでそんなわかんの？触っただけで。医者みたいっすよね。あ、すげえ。ほんと、なんでそんなすぐわかんの？長年触ってるとね、わかるんですよ。うわ、スーッといった。でも、ここが硬いですよね。はぁ。いや、すごいな。ここ硬いです。ここ包丁入るんです。触っていいですか？触っていいですか？そうなんだ。あ、かった！ここは硬いです。そうなんだ。かった！いきますよ。うわ、はい。うわ、え、どうなってんのこれ。これ皮だもん。これが皮なんだ。これ皮。見た目はなんか大トロの刺しみたいですよ、ね、そう。これどうなってんだ。え、何これ。 見たい。僕もまだ分かんないんで、とりあえずこれ内臓なんですけど、はいはい、内臓がちょっと見当たらないですね。なんで内臓ないのこの魚。どうして？カマンボって内臓ないの？ここ切り落としちゃいますね。はい。おい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 、来た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 、カマン。すごい。これよ。わ、すごい。この皮よ。ここちょっと美味しそうじゃないですか。確かに確かに。こんなとこね。いただきましょうや、ここで。なんかこう、魚さばいてる感じじゃないです。なんか動物、鹿肉みたいな、なんかそういうものをさばいてる感じします。ジビエ、そう、ジビエっぽい。すごい。これうわ、すごい。これだけでもどうですか？ここだけでも、もうだって2キロ、1キロ、2キロそんなないですね、500グラムぐらいなんですけど。これでもそんぐらいあります。冷た。そう、シビアルクック冷た。シビアですよ。次、こういうふうに入れます。はい。で、最後に真ん中までいきます。あ、そういうふうにいきますね。なるほど。いきます。うん、なんかこう気をつけてくださいね。あの包丁手切ったらしゃべらないんで。あ、OK です。鱗ありますね。あるんだ。本当だ。確かに。うわー、またこれも。美味しい。どうなんだこれ。あ、ここから大トロだ。ここから大トロエリアに入ってきますね。やばい、大トロ来た。本当だ、色違う。ここ。じゃあもう行きますね。皮取ってます。はい。はい、うわ。うわ。すげえな。見ちゃうな、確かに。僕も楽しいな、これ。久しぶりに。楽しい。マジでワクワクしてる。わかるわ、めっちゃわかるわ、それ。料理はなんかぜひやってほしいですよね、みんな。はい。うわ。うわ。大トロです、これが。うわ、やばい。ここそれ大トロ刺し入ってますわ。ここも刺身で食べましょう。あ、いいっすね、赤身。赤身で、大トロで、ここで分かったことが、はい、まず、この内臓が見当たりません、はい、確かに。見て、お腹なのに。で、これ裏の肉なんですよ。で、これ表の肉なんですけど。あ、もうこれ裏側なんですか？裏の肉です、これ、はい、内臓の、内臓じゃないんですよ、これ。はい、ほら、お肉なんですよ。あ、本当だね。だから、内臓がなくて、で、なおかつ、このお腹のところ、はい、普通の魚だったらこのお腹のところが大トロなんですよ、はい、でもお腹のところがなぜか赤身。言ってる意味わかりますか？わかります、わかります、わかりますね。で、サウザーみたいな感じですね。そう、うん。で、それでこのこっち尻尾のここが大トロなんですよ、はい、でも逆になっちゃってるんですよね。だからサウザーですね、やっぱり。うん、わかんない。僕、あの、ごめんなさいね、あの、見てないんで、あの、パチンコしかやったことないです。大丈夫、ケンシロウは。ケンシロウでしたっけ？今すごい受けてますから、大丈夫。あ、そうですか。信じてください、僕。全然わかんなくて。信じてください。すみません。じゃあ次、もう最終仕上げですね。はい。こう入れて、こうやっていきます。はい。いきます。そうか、そうか、そうか。うわ、渋。渋。うわ、いい音だな、定番の。ぐるるっていう。ぐるっと。好き。そしたらここに骨が入ってるんで、ここから切れ込みを入れます。で、これさばいていきます。で、さっきの深さのところまで包丁を入れて、はい、これ大トロですか？これ大トロです。はぁ、すげぇ。すげぇ。これほんとすごいな。すごい。ほら。マグロみたいね。はぁ、ほんとだ。よっしゃー。オッケー。うーわ、でっかー。これ取れたぞ。これ3キロぐらいあるでしょ。そこでもあんま重要じゃなくて、そこは。
あ、気のせい。富士山今日当たり強い。ごめんなさいね、面白いことなしで結構。はい、もうちょっとマジで。触っていいですか？どうぞ。骨だ。骨、綺麗に取りますね。で、ここの肉取ります。はい。ほんとすごい。あー、なるほどなるほど、そうなってんだ。ほう。うん、これ赤身ね。ここがね、触ってもらっていいですか？あ、なにこれ？カッチコチだ。カマの骨だ、これが。かー、なんなんだこれ。もう今までさばいてきた魚ともうまるで違うんですよ。そしたら、次の方さん、はい、包丁入れてください。よっ。ほんで、はい、まず、はい、このように包丁1本入れてもらって、はい、ほんで、次こっちからこう入れてって、はいはいはい、で、身を剥がしていってください。オッケーです。ここまず入れますね。はい。いきます。はい。いい感じですね。うわ、すごっ。あ、うまいっすね、生さん。いや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 、もう一発でいくんですね。迷いないっすね。あ、うまっ。ちょっと待って、すごいよ。いや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 、すごいすごいすごい。うわぁ、いけますか、これで。いいですか、いきますよ。行ってください。せーので、はいはい、と。うわぁ、いや、マジでうまいでしょ。いや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 、まだ残っちゃってますから、ごめんなさい。次の工程は、はい、スプーンを1個授けますんで、はい、こう、中落ちを取っていきます。中落ち、これ中落ちです。気持ちよさそう。これめっちゃ気持ちいい。これもううまいだろうな、これ。ほんとすごい。これもう、どんぐりにしたらもうめちゃめちゃうまいと思いますよ。うまいっすね、もうね。やってました？いやいやいや、クッキングチャンネルやってまして、実はこれ絶対うまいじゃん、これ。絶対うまい。これはやばいな。これうまそう。絶対うまいよ。まあこんなもんでしょう。はい。ね。はい。綺麗に取れました、どんな顔ちも。はい。内臓って結局どうなってるんですかね。多分それは内臓のない魚なんてないと思うんで、生きれないですもんね。はい、もしかしたらここにあるのかもしれないですし。そうですね。この中かな、もしかしたら。あ、この中だよ。ここ、ここじゃね。うわー、来た、来たぞ。ほら、これ内臓だ、これ。うわー、ほんと隠してんだ、だから。すごいですね。すごい。この中、いた。人間っぽいですね。人間っぽい、肋骨でね、囲まれて。めちゃめちゃいいコメント、ありがとうございます。まあでもちょっと内臓今出すとビャーっとなってちょっとやらしいんで、なるほど。一回ちょっと、そうですね、ここら辺の肉とかを別に移しますね。そしたら裏側めくれました、はい、まだこっちが身がついてるんで、はい、こっちも剥がしていきます。はい、ちょっとさすがに頭一回落としましょうか。これこれで落とすんですね。もうノコギリでいきます。骨なんで。確かに。こんなのいきます、うん、うわ、一発結構すんなりいくんですね。結構いきますね。おー、びっくり。いった、完璧いきました。いった、あ、いったいったいった、よし、いった、よし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 。この断面ですわ。はぁ、すごい。コンプラだ。コンプラですね、そこ。エラがくっついてるんで、エラ取ってきます。これは伸びてない方がいいですね。いきます。ほら、まあこんなに可愛くなって。ああ、ほんとだ。え、最初頭取っちゃえばよかったですね。こう、頭だけでこのサイズ。うわー、それすごい。これすごいわ。これ10秒はなくなりました。はい、オッケーです、オッケーです。はい、これほんとこんな海でこんなのじゃビビるわ、俺マジで。ビビるね。うん、こういっちゃおうかな、こう。ガーッていっちゃおうかな。あ、出ない、怒られるよ、クックさんに。使わないから、もう大丈夫だよ。じゃあ、いきます。はい、じゃあ次は僕はこの背中の方を下ろしていきます。はい、ほんと硬いんですよね。ここで、ここで、こう行くと。ほう。あー、なるな。で、こうやって皮を1枚で切っていきます。こういうイメージ。あー、なった。で、ここから入れていく。うわ、でも深いな。あれ、待って、なんか違うぞ。なにこれ、どうなってんのこれ。深いですか。深いし、なんか難しい。これね、はい、こう何か置きたいんだな。リンゴをはさげて。ああ、いい、これはおろしやすい。すごい。ちょっとボロボロになっちゃったんですけど、ここ。よっしゃ、オッケー。
うわあ、でかい、取れたー。これが背中の方。なんかちっちゃく感じますね、こっちの方がね。確かに。うん、せーの、よいしょ。かかるな。じゃあ、ラマさん。はい。どうでしたっけ？ごめんなさい。もう一度ご教授いただいていいですか？お腹は、はい、ここ一本入れて、で、ここの三角を取る。わかりました。いきます。うまいっすね、ほんとになんか。いやいやいやそう、そっちが難しいでしょ。いや、難しいです。へこんでるんで難しい。すごい包丁の使い方だな。俺、その使い方できないですね。病気なんで、どっちでもさばけるんですね。いいなぁ。でもこれさばきにくいな、確かに。これラマさんでよかった、今日コラボして。できないっすわ。手ごわいぞ。手ごわいっすね、それ。やった。おおおおお。かったいな。いきましたね。よっしゃ。行きます。せーの。よっしゃ。よっしゃ。よっしゃ。そしたらここにまだ赤身、はい、あ、ジビエみたいな部位が入ってるんで、はい、それを摘出してください。わかりました。感覚なんですけど、はい、とりあえずもうここは骨だと思ってください。はい、こことここら辺も骨。はいはい、だからもうこう包丁入れる感じですね。 L 字にこう、ここですね。 L 字ですね。え、入りますね。入んないですか。あ、そこですね。入れるとこちょっと間違えると入んないんですよね。まあ、ほんとだ。どこをこう入れていいんだろう。ほら、抜けれた。うわおー、いい、気持ちいい。はい、いきます。うおー、すごい。皮熱っ。皮熱いっす、マジで。このやり方が正解だ。正解だった。全部肉です。これ何肉って言うんですよね。後で調べます。うーん、でもここをちょっと取ってください。はい、OK です。お、うわ、気持ちいいな、それ。あー、いい感じ。うわー、いいな、それやりてー。あー、いい感じ。うわー、いい感じ。すげー、見て、大トロだ。うわ、はあ、すげえ。赤マンボウの大トロはここだったわ。すげー、わからん、わからん。ここじゃあもう深く切り込み入れればいいですかね。取ってください、そこの赤身取ってください。どこまで入れればいいんだろう、これ。あ、これにちゃんと当たる。意外にね、浅いです、そこは。ですよね。どこ剥がした方がいいんかな、これ。あー、すごい骨の形状してますよ。あー、すごい、すごい形状。え、すごい。はい、こんな感じで、こんな感じでどうでしょうか。取れました。おー、すげえ。これがもう骨なんですね。めっちゃうまい、ラマさん。いやこの中に、はい、内臓が入ってるですわ。うわー、そうなんだ。ちょっとじゃあ、ノギリで切っていきますね。すごいな、ノギリで魚。すごいなんだ。音だけ聞いたら魚じゃないですもんね。たくみですもんね。はい、あー、すごい。こういう感じでバキッていく。いきますか。はい、いきますよ。あー、いいですね。僕一回引っ張ってみましょうか。はい、いきます、いきましょう。すげえなマジで。それはすごいわ。落ちちゃいました。でもこれ伝わんないと思う、このすごさ。これが内臓ですか。これ内臓です。この中にも内臓たくさん入ってる。ここに内臓がこうあるんですね。そうですね、こういう内臓ですね。はぁ、胃とかどこにあるんですかね。多分これがね、これなんだろう。うわぁ、あ、これ腸だわ。うわぁ、出た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 。これ腸だ、これ魚入ってますわ。何食ってんのこれ。あー、出た出た、魚。魚も食べてる。魚だ。これ、ちょっと待って、違うぞ、これ。ウミケムシだ。ウミケムシ、え、見て、わかるの。え、ちょっとそれすごいんだけど。この辺は何なんだろう、この部位は。肝臓なんかぽいっすよね。全然わかんねえや。白子のような肝臓のような、ね、こういう断面。ねえ、すごい。不思議な。で、腸がここにあるから、ここで取り入れたものを、こういくんだ。はぁ。こう切って、こう出すみたいな。はあ、すごい。こんな風になってんだ。勉強になりました。じゃあ、まあ、とりあえず解体の部はここまでで、はい、今から解体したお刺身を、はい、あー、いいですね。ちょっと作って、あっちのまな板で作って食べていきましょう。いつものキッチンへ移動。
はい、ということでキッチンに移動しました。ここからは僕一人でサクッとお刺身にしていきたいと思います。使う部位はこの大トロ、中トロ、お腹の部分のジビエみたいだねって言ってたこの赤身ですか、この3種類をこの丸皿に盛り付けていきたいと思います。ではまだこういう風にね皮がついてますんで、この皮を剥いでいきます。はい、このように皮が引けました。大トロ、中トロ、赤身ですね。そしたらこちらを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成。はい、めっちゃ綺麗ですね、盛り付け。容赦食べていきましょう。これすごいっすね。これで出されたらもう美味しそうな刺身ですね。そうですね。これ一応部位がこの周りの白いところ、これが大トロです、はい、この真ん中のここ、はい、赤いところあるじゃないですか、はい、もうマグロじゃないですか、見た目言われないと分かんないですよ、これ分かんないですよ、これマグロ、はい、これがあのお腹のところの、あー最初のジビエってところあったんですね。そうです、そうです、あそこですね。で、この真ん中が、まあ、中トロ、普通の背中の方の身ですね。3種類食べていきましょう。ずっと綺麗に盛り付けしますね。いや、ありがとうございます。ということで、じゃあね、僕からいいですか、じゃあ。はい、大トロの方、これですよ、これ。うわ、すごい。で、ポン酢と醤油用意しました。お醤油にちょっとつけていただきます。どうですか。うん、うーん食べますね、うん、本当にうまい時のやつですね、それ、うん、うまい。口の中に入れた時に、はい、初速のインパクトは少ない、噛んでるうちに徐々に甘さがこう広がってくる感じですね。すごく、ほんでねっとりとしてます。ねるねるねるねみたいな感じ、口の中でねっとって、うん、あまりうまくないだとですねちょっとラファさんも食べてみて。はい、いただきます。いいぞ、食レポが。いいですか、私もいただいて、はい、あれが出るんですね食レポしたことないですいただきます。うわー、ほんと綺麗に切ってますね、均等に。こんな風に切れるんですね。あ、俺ポン酢だ。ポン酢でいきましたね。はい、いただきます。ごめんなさい、ゆっくり味わってください。そう、ゆっくり味わうものです。あー、はい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 、これね、醤油の方がいいもう一回やりましょう。あの、あれですよね、見た目こそ、大トロっていう、まあ、部位で言うとそうですけど、しっかり噛めるっすね。しつこい感じしないです。なんか油がなんか嫌な油じゃないというか。わかる。いや、まだ赤身もありますから。はい。赤身食べましょう。じゃあ、これが果たしてマグロの味がするんでしょうか。確かに。ちょっとつけて。いただきます。いただきます。おぉ？うん。ん？一瞬そうかなと思っちゃうんですけど、香りが違います。薄いな、薄いですよね。全然薄い。 色こそ一緒ですけど、うん、ただ血生臭さとかは見た目じゃない、全然ない、ね、うん、あと気になるのはなんかあれですね、科学的にその脂質がどうとかそういうのも薄いだけあって、うん、もしかしたらヘルシーかもしれないとか、見た目こそそれで食べたことになれるようなダイエット食だったりとか、例えば同じ漬け丼でもこっちの漬け丼だったら全くそういうカロリーとか低いとか。めちゃめちゃ真面目っすね、そんな感じでしたびっくりしたよ。話半分入ってこなかったっすよ。何を言ってるんだこの人はと思って脂質の話をしだしますから薄いだけに体にいいのかなと思って。ああ、変な脂っこくないから、普通にうまいっすね。うまいっすね。最後ちょっと中トロいただいて。いいですか。いただきます。いただきます。あ、僕これ一番好きっすね。これ一番好きっすね。ここ一番好きっすね。何の癖もなくて、うまい。ここ、V で言うと背中のとこ。背中のとこですか、うん、あー、あそこです、ね。最初ラファさん行ったとこ。はい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 、あそこだ。あそこ使いました。こんなに味違うんですよ。同じ魚で。ああ、そっか。めちゃめちゃ面白い。本当に発見でしたわ。まだどっかいろいろ食える部分あるんですかね。あと、まあ、まあ、ここにはやってないですけど、取れましたもんね、あれも。中落ちね。多分中落ちも、この、こう似てるような感じだと思います。そっか。じゃ赤身はね、
ちょっと正直これね、はい、薄いし、なんかした方がいい、ヒートした方がいいかも。もっとしっかりいろんなもので調味料で味付けとか、漬けとかね、何でも漬けとかだったらいいね。確かに漬けだ、漬けがいい、漬けがいいわ。漬けしたら美味しいわ、これ、この魚は。なんで俺刺しにしちゃったんすかということで、はい、今日はこちらの赤マンボウのお刺身ときましたら、はい、お飲み物こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん、黄色のやつ。ああ、黄色のやつ。やり直しっす。何を言うの俺、何を言うの俺、何て言うの、バーンって言うの俺じゃ。違います。でんっていうの。せーの、のでんのやつがもう、僕がこう来た時に、もうここにいましたから。ああ、どうしようか。一緒にこう来たいんですわ。めっちゃ怖いです。めっちゃ怖いです。そこ、やっぱ僕、大事なんです。せーの、でん、黄色のやつ。うわー、いいっす。しかも、気遣いすごい見てるから、0.00 で。気遣いがすごい、いいですか。いいです。音全然ならない、見て。何やってんすか、マジで。飲まないもん、ビール。何やってんすか、これ。もう普段飲まないもん。ありえ、俺これ初めて見た、こんな人。こんな風に取れるの。ビールってこんなんなっちゃうんですか。やば。大丈夫ですね、冗談ですよ。すごっ。あ、ダメだ、これ怪我するな。真似しないでくださいね、これ怪我するっすね。はい、開きました。ありがとうございます。乾杯。お疲れ様です。今日もね、直瓶でいきます。いただきます。うわ、久しぶり。うわ、これうまいっすね、ゼロって。うまいです。しっかり味がついてる別の料理のつまみにこれだったらありかもしれないですね。薄くて確かにこれメインじゃなくて嬉しい。これ食卓になったら嬉しいと思う。はい、ぜひ皆さんも、はい、赤マンボウのお刺身チャンにしてみてはいかがでしょうか。ナマさんの方でもね、すごいのね、騒いでますから。あれはやばいっすね。サイズ感は似てますよね。似てます。ぜひ見てください。よろしくお願いしますということで、今日はご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。